皆さん、おはこんばんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。早速作るのね。使う塩ビ缶のサイズは20サイズのようね。私には具材の名前がよくわからないので、画像を見て判断してみてください。いつもながらカメラの位置悪いですね。そろそろ学んでほしいところです。TS チーズの上部は13サイズのようね。カメラ位置が悪いので私が図で説明します。こんな感じでわかりますか？右側の部材を切りましたと言っているのでしょう。TS ユニオンソケット13と書いてありますね。それを5センチくらい切ったのね。いつものパッキンを使うみたいです。ああ、やっぱり好きですね。パッキンをソケットにはめるのね。こんな感じですと言っているのでしょう。さらにシールテープで隙間を埋めるのね。鼻をほじる練習ですか？チーズの中に入れるみたいです。ここで私がまた図で説明します。こんな感じでわかりますか？こんな感じですと言っているのでしょう。組み立てに入るのね。塩ビ缶を切るいい道具がありますね。確か3000円くらいだったでしょうか。切れ端がぶっ飛んでも関係ない。男気を感じました。
全く見えません。何をしているか私にも分かりません。そしてカメラの前に立たないでください。邪魔です。私の憶測ですが、中に入れたソケットをしっかり固定したいのでしょう。しっかり固定しましたと言っているのでしょう。少し長いですね。バーコードは火で炙ってから剥がしてくださいよ。ね、きれいに剥がれたでしょう。ここで性格が出ますね。あなたは典型的な A 型でしょう。20のエルボーをつけたのね。珍しく学びましたね。そう、炙ってから剥がすと作業がスムーズです。火事には気をつけてくださいよ。また削ってる。視聴者さん、すみません、少々お待ちください。隠れて削ってるのバレてますよ。ちなみに5分はとっくに過ぎてます。サムネ詐欺と言われても仕方ないですね。よっ、バリ取り名人。ここは滑らかに削ってラッパ状にすると水がスムーズに出ると思っているんですよね。関係ないですが、私は吹奏楽部でした。打楽器でしたのでラッパとは無縁ですが、ふふふ。削るときはカッターなどの薄い刃よりハサミなどの厚みのある刃がいいんですよね。ちゃんと作業をしているところを見せてください。視聴者さんは作業台には興味はありません。そうそう、そんな感じです。学んでください。20から25に変換する部材で排出口にするんですね。大砲みたいでなんだかかっこいいです。あなたではありませんよ。
何してるんですか？そこも削るんですね。一つアドバイスです。多分あんまり意味ないですよ。聞いていますか？ただ削りたいだけなんですよね。知ってます。その音苦手なので早送りしますね。正直に言ってください。やべと思いましたね。おお、できましたね。鉄砲か何かですか？満足げな表情ですね。見えませんが。次は空気の取り入れ部分を取り付けるんですね。指でジェスチャーしてます。傍から見たらやばい人ですね。でもなんとなく伝わりました。でもよくわかりません。キャップをつけたら空気は入りませんよ。穴を開けて調整コックをつけようとしていますね。そうじゃなかったらあなたはアホです。もちろん穴のサイズは5ミリですよね。まさかのエアー調整コック、なかなか良いアイディアです。今日1です。パチ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 。見た目がダサいのでどうにかしてくれませんか？肝心な部分が全く見えません。よく考えてください。ありがとうございます。やっと見えました。さてどうするんですか？まさかの決断。どうなることやら。気になるので早く見せてください。穴を少し広げるんですね。
いいじゃない。見た目もまあまあいいですよ。とっとと試運転しましょう。外観はもう見飽きました。野池の元を入れる前の池ですね。水が今と全く違います。外観はもういいので早く取り付けてください。そして試運転してください。もう15分過ぎてます。まずポンプのコックを開け水を通しましょう。さあエアーコックを開けて空気を取り入れましょう。あら、出ましたね。おめでとうございます。正直出ませんねっていう準備をしていました。何してるんですか？穴を塞ぐと酸素が出ないのは誰でもわかりますよ。あなたが心配になってきました。でもよくできましたね。次回は5分で作ってください。またやってる。大丈夫かな？最後までご視聴ありがとうございました。次回は5分で作るよう芝居ときますね。